本当に発表していただいた実践校の研究、特別研究校の先生方、どうもありがとうございました。そしてまた、緑豊かなパネルディスカッションをやっていただいた先生方、どうもありがとうございました。最後に5分ほどで、党財団の評議員、専門員として、気づいたことをまとめをさせていただきます。 えー、皆さんのお手元の資料にございます後ろのところに、実践校38回、39回、40回の特別研究指定校の学校名が上がっております。これを見ますと、本当に全国各地域、本当にあの東から西まで、そして小学校、中学校、高校、そして特別支援学校が2つ入っております。これ、ね、本当に多様なところの学校に指定ができているということを、 専門医としてて非常にありりがたく思っておりますまさに今日の発表もですね、こういう多様性の中からたくさんのものが生まれたというふうに思っております。その中で、大きく3点について述べさせていただきたいと思います。一つは、ICT を活用した事業実践の進化です。非常に深まりが出てきました。例えば個別、個人学習、グループ学習、一斉学習の ICT によるつながり、とりわけ、 協調学習等の問題でございます2つ目として思考力判断力表現力という今我が国が育てたくちゃいけない新しい学力というものを ICT でどう育てるかということに正面から取り組んでいただいたということは2点目ですさらに3つ目としては ICT を活用することによって子どもの特性に応じた指導のあり方を 通常事業、ないし特別支援学校等で行っていただいているということがありがたいことだと思っております。4つ目として、経験のある教師の事業力が ICT を使うことによって、一段と高まっていることがよくわかりますし、若手の事業力の不足、補いを ICT が行っていることができる、相互に、ね、ICT を使うことによって、経験のある教師と、経験のまだ浅い教師との交流が生まれていると。 非常に思いますこれをまた40校の学校、40校の特別学校の中での米沢の学校、東部中学小学校ですか、さんでは正面からやっていただけることで、来年を楽しみにしております。大きく2つ目は、世紀における21世紀に求められる能力態度として今、上がっております、情報活用能力情報、情報モラルを育てるためのカリキュラムと事業実践に一定の方向づけが見られたことでございます。 例えば平小学校、それから京都の一条小学、一教小学校、福興大附属久留米小学校等の実践であります。大変我々もありがたく、このカリキュラムまで広がったことを喜んでおります。3つ目でございます。これは当財団の私、評議員としてのことを非常に考えながら、今、パネルディスカッションを聞かせていただきました。えー、この実践、 実践研究助成校、ないし一般助成校での成果をどのようにその学校の中で定着させ近く、近く、そして我が国、そして世界の学校にどう普及させるかという問題でございます。ご存知のように、日本の授業研究はレッスンスタディということで、今、世界に注目されております。日本の授業研究といわれるものが、いかに校内の先生の授業力量を高め、 そして事業改善に役立つかということがが世界が認めております。これが日本の教育の今一番関心を世界で求められていることであります。私は今日の実践をいろいろ聞かせていただくと ICT を活用した事業実践というものが世界に誇れるもののモデルになるうると私は思いました。非常にそういう面においてですねさまざまな多様な実践の成果が生まれていると思います。これれを国内にに、おおいては野中先生がおっしゃられたように この秋に行われます、教育工学の実践、えー教育、全日本教育工学研究協議会全国大会、京都大会で、新しくワークショップが行われる中に、この当財団の成果が2つ、3つですか、まあ、行われると、これは非常にいいことではないかと思います。特別研究指定校の先生方や、一般校受性の先生方が、こういった全国大会の中に、フェイス2フェイスで研究仲間の中に、 コミュニティを作っていただけることを私は願っておりますそういうことがまた次の研究につながることかと思います影人先生から大きな課題で世界にこのことをつなげ発信できないかということなんですが私はいくつかの研究は下に英語のテレポなど入れてですね発信できるのではないかと思います党財団はそのようなもう研究成果を持っていますしそういう時期に来ているのではないかというふうに思いますのでこれは赤堀先生お願いいたします それから3つ、三目金子先生から、行政へということを言われております。えー、平良省の方に私が関わったのは、川崎の教育委員として関わったのでありまして、研究者としてもありますが、川崎の教育委員として、どのような研究が進んでいるかということを関心を持って行って、ついつい毎回行ったということでございます。えー、その点で、行政へということですが、一番大事なのは、首長に言うことでございます。市長内市、えー、町長さん、村長さんに言うことです。 教育委員とか教育委員会に行っても、これは一遍に大きなことは決められませんので、そういう点でいきますと、IT コーディネーターのような人材の支援においては、優勢順位は今のところ、いじめとか、不登校の方に川崎もあります、例えばそれは子ども支援コーディネーターはつけました、しかし、IT コーディネーターをすぐつけようという予算はまだありません、でも、市長が言えば変わるかもしれません。そのようなことの、やはり我々は取り組みをしていただきたいなというふうに思います。 もう一つ、フェイス2フェイスでの普及と、ネットワークでの普及があるのではないかと思いました。今日の奈良養護学校や徳島の資格支援、特別支援学校でのさまざまな意味でのネットワークを使っての教材の提供とか、さまざまな形でのデータベース提供というのは、非常に結構なことだと思います。同時にフェイス2フェイスで研究公開というものをきちっとやっていただきながら、 近隣の学校に伝えていただきたいと思いますし、その学校で学んだ成果を移動される先生も多いと思いますので、ぜひ地域の学校に広げていっていただきたいと思います。もう一つ大事なことは、そこでの中心的メンバーがいらっしゃらなくなったときに、その学校の研究がなくなることを私は恐れておりますので、どうやって学校のその成果が持続できるか、さらに深まるかを考えていただきたいと思います。何ともあれ今回の 研究成果は非常に勉強になりまして、私は学会に行くのと同じぐらい勉強になりました。